はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、元気かしらね。さあ、今回は来シーズンの陸情報で、さらっとパリッとカリッと一挙目していくわよ。まず最初に次のバトルパスからね。いやー、これね、COD モバイル史上最高の中身が詰まったバトルパスじゃないかしらね。間違いなくこのスキンでバトルはマルチプレイヤー潜る人、どっさりそうよね。はい、これが二人目のキャラクタースキンね。いやー、このスキンもね、この襟が立ってる部分がね、男っぽさを感じちゃうだよね。はい、残りのキャラスキン二つはこんな感じね。まあって感じね。続いてバトルパスの中身に入ってるエピック武器たちで、上からキロ、アークティック、ショーティーとなってるわよ。そして残り2つが M16 と新武器のスイッチブレードでございますわ。さあ次はコラボで続々と最高なスキンたちが入っているラッキードローを紹介していくわよ。まずは1つ目、モトコ迷彩と新武器のミシック迷彩が入っているラッキードロー。いやー、このミシック迷彩はちょっとね、メタンコ欲しい人いるんじゃないかしらで、これはちょっと運営さん頑張ってとはね。ほんとミシック迷彩ってね、なかなか再販もされないからね、これは結構買う人多いんじゃないかしらね。おそらくミシックレベルを上げるとさらにいろんな設定が付け加えることができるんじゃないかしらね。ほんでこれ実況者が大好物のやつね、魔界映像でレーザー化してみたよくあるやつね。でこのラッキードローの中でもう一個気になってるのがね、これよ、エコーグレネードレジェンダリースキン。このエコーグレネードを敵に当てて敵がどのように表示されるか、ちょっと気になってるところではあるわよね。はい、次のラッキードローはバトロー向けね。キャラスキンはバトーさん、乗り物レジェンド迷彩として立ちこま、ちなみに2人乗りのやつ。そしてもう一つのレアアイテムがウィングスーツレジェンダリースキンね。まあこれは車目当てでラッキードロー引く人が多いんじゃないかしらね。私は車出たらいいやーって感じで終わるかもしんないわね。多分最後まで引かせられるだろうけどね。はい、次ラッキードロー3つ目、将軍様。いやーこれ刀ブンブン丸絶対増えるわね。そしてレジェンダリー武器迷彩として ASM10 が入ってるわよ。俺はちょっと中二心をくすぐってくるわね。まあ私には中二心ないんだけどね。で実はこの ASM10 に新しいアタッチメントが追加する予定なのよね。アタッチメント名はブランソン、呼びにくいからバルさんでいいわね。このバルさんちょっとね、荒れる匂いがするわね。まあ、ASM10 はね、3発キルできるんだけどね、このアタッチメントつけちゃうと、銃撃を始めた最初2発のレートがね、メタンコ上がんのよね。怖いわね。そしてもう一つ気になってるのがこのエモート。なんかこのエモートがなんかね、いや、新しいキャラコンできた、これで弾を切れんじゃねっていう検証動画出てきそうよね。はい、次、私一押しのキャラスキン。もうこれはね、絶対大ヒクマン。レジェンダリー武器は999となってるわよ。いや、これね、多分ね、みんな引くんじゃないかな。999ね、来シーズン環境武器になるからね。サイトもね、かなり見やすいのよね。いや、これはね、絶対買った方がいいわね。ペイトゥウィン間違いないわ。で、副産物にこれついてんのね、かわいい。そして、妹が、てん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 、うんちょちょちょ、ぺー！はい、次、出ただ、キュービー！あんた、4代目に封印されたんじゃなかったのかしらね。まあいいわ、また私がね、レジェンダリー武器は KN44 ね。いやー、ちょっと来シーズン、神武器多くね？ちょっとこれで、みんなお財布大丈夫？用意してね、ちゃんと。この青いもやがね、武器に戻ってんのがね、これ痺れるわね。これは絶対買うわ。バックパックにこのソード2本のやつね。これ結構好きな人多いわよね。よく見るわ。はい、そしてラッキードロー最後、スパローホークちゃんね。いや、もうこれね、エーペックスのレースなんよ。レジェンダリー武器は SKS となってるわよ。いや、これね、サイトを結構見やすいんじゃないかしらね。まあ、私ね、SKS、レジェンダリースキン持ってるんだけどね、紫色のやつね。あれね、メタンコ見にくいのよね。だからこれ、買うかもしんないわね。副産物に神迷彩の AK117、ショットガンを出せー！そして、エモートに、縛りプレイ。そして次に、イベントでもらえる神迷彩。あー、こりゃあ、私のタイプだわ。美味しい！はい、次、ランク達成報酬でございますわね。キャラ迷彩の他に、おでんのエピック迷彩。これはメタンコ可愛いわね。ズルインゴ。コーリングカード。これは確か5000円以内でもらえるやつだったかしらね。間違えてたらごめんなさいね。はい、次はクレートでもらえるスキンたちね、さらっと流していくわよ。はい、次、武器バランス調整に目を通していこう。強化が来るのは13種類の武器たちですわね。まあ、結構数があるからね、注目している武器だけを上げていくとね、DRH、射程距離アップ、ASM10、反動減少、エイムシュート率アップ、
ップ999ダメージアップップップペペーシャダメージアップ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 、そして最後に S36 反動減少マガジンの数がみんなでせーの言わんかい。弱体化の方を見ていくと、派遣武器である CBL4P90 が打倒と弱体化を食らうわね。エイム集団率低下、ダメージ減少、ダッシュ後発射遅延の増加、さらにマック10も弱体化を食らうわね。ダメージ減少、ヒットフレンチがさらに拡大しちゃうということで、 UAV 持続時間短縮、ハードラインより長くオペレータースキルのリチャージに影響しない、そして最後デッドサイレンス、足音聞こえる範囲が拡大。以上が強化弱体化内容よ。そして次にブアトロー編見ていくわよ。どうやら新しいクラスシステムが追加されるみたいで、今クラスがね16種類全部であるんだけどね、その16種類が4等分されて、その4つの区分の中である特別な恩恵がつくみたいなのよね。例えばアサシン、忍者、バンプとポルターガイストが足音が静かになる恩恵を受けるわね。これと同様にリバウンド、メディックとリフィッターが素早い回復と素早い蘇生を身につけるわね。そして次にフォートレス、ディフェンダー、デスペラード、スポッターが含まれるわね。爆破ダメージの低下よ。そして4つ目、オブザーバー、スカウト、クラウン、メカニック、エアボーンのクラスたちが遠くの敵の足音をめちゃんこ聞こえるってやつね。そして各クラスにも強化が来ておりまして、例えば忍者、チャージ数の増加、トリックスター使用後移動速度増加、エアボーンクールダウンスピード増加、トラマスクールダウンスピード増加、移動速度増加、ポルターガイスト静かに移動する、スモークボマーを使った際にスピードが上がりますよと。そしてこれとは別に新しい4つのスキルが特別にコラボレーションで追加されるみたいね。マッサージビー、スキャン、ハイライト、エネミーをハッキング、スマートショットガン、ターゲット探索弾付きショットガン、敵とその装備品をスキャン、そしてハイライト、さらには敵の健康状態もスキャン、そしてラスト、スティールパンチ、ボクシンググローブを装着し、より速いスピードで前方への破壊的ダメージを可能にする。そしてこのコラボレーションでバトロワに特別な幻想的なエリアが追加されるんだよね。いろんなリーク情報の動画で、あ、この場所どっかで見たなと見覚えがある人かなり多いはず。まさに近未来での戦闘という感じかしらね。そしてどうしても気になるのがゾンビモードの復活。俺はちょっと来るかわかんないけどね、ちょっと絶対これはね、追加というか戻してほしいわね。ということで今流れてる全リーク情報一挙見で流したわよ。いやーもうこれはね、来シーズンメタンコ楽しみすぎるわね。COD モバイル、また盛り上がっていくわよ。ということで今回の動画は以上よ。高評価、チャンネル登録、お願いね。バイバイケーン。